はい、松戸駅ご通行中の皆様、お騒がせしております。日本改革党靴澤と申します。岸田政権ばらまき大好きですけれども、何やら今度ですね、2歳児までの赤ちゃんの世帯に10万円の商品券を配るなんてことを決めたようであります。それよりもですね、結婚させるのが最初じゃないか、順番じゃないかなんていう批判がネットの上にはありました。赤ちゃんを抱える家庭で一回こっきりたったの10万円それで何の足しになるのかいうような声もありました。現金を10万円配ったところですね、ほとんどが貯蓄に回ったということで商品券を配ることになったみたいなんですけれども、商品券配ったところでその商品券を使って浮いた現金を貯蓄に回すに決まっております。どうしても自民党政府は商品券で渡したい、クーポンで渡したい、そのように考えている節がありますが、何かの利権があるとしか私には思えません。クーポンを印刷する会社、クーポンを配布する企業、その辺から何かもらっているのではないか。だから固くなに現金を配るんじゃなくて商品券を配ると、そういうふうにしているのではないかと思っております。毎日新聞系のマイナビというポータルサイトですね、最新の調査が行われました。 NHK 受信料制度、これに納得できてないという方が 73%、 NHK 受信料が高いと感じている方は 90% を超えておりました。 NHK はスクランブル放送にすべきである、そう答えた人も7割を超えておりました。皆様、これが民意であります。日本改革党は NHK スクランブルにしなさいと、そうすればどんな放送をしても構わない、気に入らなければ契約しないだけですから、そう訴え NHK スクランブルでも来月11月23日渋谷にて NHK スクランブルでも開催いたします。 NHK はおろかテレビ局、新聞、どこも取材に来ませんでした。ニュースにしませんでした。 NHK をスクランブルにしなさいというデモは何百人集まってもニュースにいたしません。安倍総理国葬反対デモなんていうのはたったの5人でもテレビニュースにするのに、11年前に行われたフジテレビ抗議デモもそうでした。あの時は私も参加しておりましたが、1万人弱がフジテレビに対して抗議をしても、フジテレビはおろかテレビ局全部、新聞全部が黙殺してなかったことにいたしました。皆様もぜひ来月23日の渋谷において行われる NHK スクランブルデモにご参加くださり、こういうデモは本当にどこもニュースにしないんだなという歴史の証人になってください。 NHK はじめ民放すべてが
NHK をスクランブルにせよという7割の声を無視しております。NHK は高いという声も 90% でした。Hulu が1000円、 Amazon プラスが500円、 D アニメが400円、 Netflix が1500円で見れるこのご時世に、 NHK の月額料金は2170円であります。 NHK はどうしてこのような割高な値段で通用するんでしょうか。それは受信料制度を独占している独占企業だからであります。テレビを買ったら NHK に金を払え、そういう法律が放送法64条ですが、おかしいと思いませんか。現にNHK 受信料制度はおかしい、納得できないと答えた方は7割を超しております。国民7割に納得できない言われつつも、かたくなに受信料制度をやめない、スクランブルにしない、NHK と自民党はどうかしていると思います。何言うか忘れちゃう。自分の作る映像やニュースに自信があるのでしたらば、 NHK は堂々とスクランブルにするのですればいいと思います。いくら高くてもそんなに自信がある素晴らしい映像や報道ならば、加入して買ってくれることでしょう。ですが NHK は堅くなにスクランブルにしようといたしません。実は今のまま NHK がスクランブルにすれば売り上げが半分以下になるという試算がすでに出ております。どんな組織でも身入りが半分以下になったらダメージを受けないでいられる組織などありません。つまり NHK スクランブルというのは NHK 解体と同じ意味なのであります。来月23日に渋谷で NHK スクランブルでも行いますので、皆様どうかよろしくご参加いただきたいと思います。